ても皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの5つの動画のちょっと結末をどうなったかまだお話ししてなかったので、こちらの動画でちょっとご報告させていただきたいなと思います。コメント欄の方でですね、結論が非常に気になるというご紹介かなりいただいておりまして、また現時点でですね、こちらのダイジェスト版のショート動画が86万回で、実況見分の動画が 4.3 万回ということで、かなり大反響をいただいてまして、このタイミングでちょっとご報告させていただければなと思います。最後、こちらの動画でですね、2月末に自賠責の方へ41号書式という意見書をですね、私の方で書いて、相手方保険会社に送りつけて、以降特に連絡もない状態が続いてたんですけれども、というかその保険会社にですね、自賠責の結果が出たら必ず折り返し連絡くださいということでお話ししてたんですが、一向に連絡がなくてですね、その3ヶ月間待って何も連絡がなかったので、5月末にですね、私の方から保険会社にどうなったんですかというふうにお聞きをしたらですね、結局自賠責は無責という判断になりまして、で相手方保険会社も、対応終了していると。でその後、物損についても連絡がなくて、自然消滅という認識で問題ないですというふうに回答がありました。この件につきましてはですね、相手方はミラーの修理費用、物損ですね。それに加えて、治療費と通院交通費、休業損害、慰謝料という、人損の部分を請求してきてました。それに対して我々はですね、それは一切の責任はもう応じないというスタンスをずっと貫いてきたんですけれども、相手方に弁護士を解けが多分なかったんでしょうね。民事については相手方が請求を取り下げるという形で、示談決着という形になりました。一方、行政処分についてはですね、人身届は維持されたので、免許点数は引かれることになってしまったんですが、警察もこの事故についてはですね、かなり疑義があるという見解でして、基礎点数2点のみの控除になりました。通常治療期間に応じてですね、付加点数っていうものが引かれるんですが、これは引かれないということで、先日妻の免許の更新があったんですが、きっちり2点は引かれていて、ゴールド免許が喪失してしまったという形になりました。改めて LINE を見返してみるとですね、事故発生後私ので様々な方針考えてました。私の方はですね、弁護士用特約の負担がありますので、例えば向こうが腰が痛いと言っているのであれば、こちらも首が痛いと言ってですね、この時代だみたいなって方針も考えてましたけれども、やっぱりですね、相手方が被害者2名ですし、こっちは被害者1名と。で、こちらがスリップしているので、過失割合も大きくなってしまうということで、結果的にこの方針を取らなくてよかったのかなと思います。ところでですね、今回弁護士用特約について、すごい勉強になったことがあります。結局、最後までですね、私が窓口になってしまったという事実はあるんですけれども、なんとか早い段階で弁護士の方に委任できないかというふうに、もちろん、自己負担なくですね、保険を使って、弁護士へ委任することできないかという画策をしてました。で、まず一つ目がですね、弁護士費用特約ですね。これは財物損壊か人身障害があれば、発動してくる特約になります。つまりですね、自分の物が壊れたりですとか、自分が怪我をしたという段階でですね、弁護士用特約を発動して、早期に弁護士を入れることが可能になっているという特約になります。今回の件で言えば、こちらの車両のミラーが壊れてますから、このミラーが破損したということを立証。つまりこのミラーの、修理の見積もりを取ればですね、一応弁護士用特約は発動できるわけです。ただですね、この弁護士用特約というのが、オフェンス、相手方に請求をするという趣旨の特約になってますから、今回、先ほども申した通りですね、こちらも、人身障害を請求をして泥仕合をするというのはなるべく避けたいなというふうに考えてましたから、このミラーの見積もりを取って、相手方に対してですね、ミラーなり、こちらの怪我なりを請求すると逆にこちら不利になるんじゃないかという事案特性がありましたから、私としてはですね、弁護士用特約は発動をして、ミラーの損害、こちらの人身の障害も含めてですね、何も請求することなくすぐさまディフェンス、相手方の請求排除、の、対処を取れないかどうかということを、自分の保険会社の方に確認しましたが、こちらについては答えはノーでした。つまりですね、弁護士用特約を発動して何も請求せずにディフェンスだけ行うというのは、できないという回答でした。ただしですね、示談交渉の段階で、ミラーの損害を相手方に請求しておいて、訴訟になったら方針転換をして、相手方の請求排除へ持っていくというのは、OK だと。いうことを言われましたが、私個人的にはですね、方針が一貫してないのはちょっと嫌だったので、この案は諦めることにしました。次にですね、対人対物賠償を使って自己負担なく弁護士にできないかというのを考えました。こちらの方針のネックは、等級ダウンによる保険料の増額なんですよね。これを何とかして回避しなければいけないんですけれども、保険会社に確認してみるとですね、例えば、示談交渉で折り合いがつかずに、訴訟になってですね、判決まで行き、
例えば賠償額がゼロもしくは、東急ダウンによる保険料の増額分を下回った賠償額となって、まあ、要は自己負担をして結局最終的に自腹で切りましたというなったパターン、まあ、つまり弁護士費用だけが発生したパターンで東急ダウンするのかどうかというのを、私の方で確認をしたところ、東急ダウンはしないという回答でした。ただ一方で弁護士費のタイミングについては、あの保険会社の承認が必要というふうに薬価上なってますから、今すぐ弁護士はできない、ただ訴訟など良きタイミングで対応は可能だというふうな回答でした。ですので弁護士費用特約は早期に弁護士任をできるんだけれども、一旦自分の何かを相手方に請求しなきゃいけないというところと、もう一つはですね、対人対物賠償を使ってで、どこかの良きタイミングで弁護士任をして、戦っていき、賠償額ゼロもしくは、保険料増額分より下回る賠償額を狙っていくというどちらかになるんですけれども、まあ、私としてはこのどちらかであれば後者を取るというふうにしました。まあ、つまりですね、早期に弁護士任はせず、まあ、私の方でできるところまで窓口になって、まあ、良きタイミングで委任するという方針でいこうと思いました。私が今回の事案で勉強になったのはですね、弁護士を特約はオフェンス的な側面ですね、こちらから相手方に対してやっぱり請求するために使う特約だということですね。で、一方で対人対物の弁護士用というのはディフェンス的な側面、相手方から請求をされた場合に使うものだという、この住み分けがきちんとされているということですね。それに加えて、そのディフェンスの対人対物の弁護士用というものは、対人対物を発動せずに最終的に弁護士用だけ、使いましたというパターンの場合は等級ダウンしないということですね。特に後者の方は私今まであのすごいどっちなんだろうなとずっと疑問に思っていたので、かなり勉強になりました。場合によってはですね、その軽微な事故でですね、自分の保険会社をポンと出してしまうとですね、相手方はまあ図に乗るというか、もう保険会社出てきたからみたいな感じでこう、結構ガンガンやってきたりだとかっていうことも、想定されますから、もし軽微な事故で、自分が窓口になるということで対応ができる人はですね、あの保険会社を前面に出さずに、まあ保険会社にはもちろん報告をしてですね、連携を取りながら自分が窓口になるということをやってみてもいいのかもしれないです。ということで今日はですね、こちらの5つの動画の結末のお話と、まあ、弁護士用特約のお話をさせていただきましたけれども、皆さんもし今後ですね、もちろん事故にあってはならないんですが、事故に遭われた時に何かのお役立ちになればなと思って今日の動画作成させていただきました。もしよろしければ、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。